こんにちは、川瀬陽太です。この映画にはある秘密が隠されています。ご覧になったお客様はご家族やお友達にその秘密を決して話さないでください。私はいとこの本家に居候しながら認知症のおじさんの介護をして暮らしていました。おせえ。これがいとこのみっちゃん。ごめんなさいだな、このとんちき。これは幼なじみのしょうちゃん。3人で時にじゃれ合って楽しく暮らしていたんです。肉そう、まるで子猫みたいに。でもそんな頃、東京からある一家が引っ越してきました。気持ちよく昼寝をしていたらいきなり本家を見にやってきて、私の眠りを覚ましたのです。おはようございます。東京から越してきました、栗原です。妻の里美です。娘の逸美です。ここに来てからは風邪もひかず、じんましんも消えました。私たちにはここでの自然な暮らしが合ってるんです。里美の夢は古民家カフェを開くことです。里美の夢を叶えるためなら僕は何だってやりますよ。ありがとう。I see dead people. はい。